はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。ですね、昨日ハロウィンガチャの詳細が出て、まあ今日ね、ラインナップは出たんですけど、予想以上に闇ですね。貴族生がいないってことで新学期ガチャをね回したんですけど、あれ貴族生いなくてよかったね。逆に言ったらもう破産大ハゲ、もう髪はなくなるしね、金もなくなるし、いろいろ失いますよね。ということで、ソニア欲しい方とかね、まあ、カーリーは買う方がいいと思うんですけど、ソニアかな、一番難しいのは。ソニア欲しい方は頑張ってください。僕はトトソディスが欲しいんで少し回すと思いますが、まあね、ちょっと金玉、あとバールを狙っていこうかなと思っております。ということで、昨日ですね、あれから5回ぐらい引いたんですよ、新学期ガチャ諦めきれず。そしたらですね、なんと出ました。はい、学級委員長にできました。先ほどね、チョキカニでレベル上げしてプラス振ったんですけど、まだスキルレベルは上げていません。で、明日からコインダンジョンでアテナが来るということで、ゴッドラッシュでも上げれるんですけど、まあそっちで上げようかなということです。なのでスキル上げも大丈夫ですね。はい、ということで今回は引けた記念ということで、アテナ率いる女子力パーティーでヘラビオークに行きたいと思います。お前何回ヘラビオーク行くんだよって思うんですけど、僕もね、何回か石回収のためにこの動画をね、金添えてやってるはずなんですけど、毎回地獄級クリアする前に終わってるっていうね。動画終わって、よし編集するかって言って気づいた頃にはもうヘラビオーク消えてるっていう、そんなこんななんで、今回は、今度こそね、石を回収しようということです。まあ行くのは超地獄なんですけどね。いないよね、さすがにメガネの方をリーダーにしてる人はいないですね。じゃあ僕ぐらいってことか。まあそれはそれでなんかいいな。レア感あっていいな。紙タイプの攻撃力ありますね。結構いますね。夏ポンゲさん。夏ポンゲさんでいこうかな。名前似てるし。はい、ということでいきましょう。学級委員長と風紀委員長でいきます。ちょっと光が入ってるから、相手の吸収だけ怖いですね。ここは大丈夫。HP が4万近くありますね。で、クシナダ入れた理由なんですけど、なんでだったっけな。エンハンス諸葛亮入れるのなんかおかしいかなと思って、クシナダで、まあ、ジュピターデネに伝えようかなみたいな感じなんですけど、これあれですよね。3万7000の時点で耐えれますよね。なんか今日えらいプラス落ちない？イベント始まってる？そんなことないよな。ディオスの動画でもね、落ちたんですよね。なんでやろ。こいつがプラスなわけは多分ないと思うんですけど、こいつもプラスだったらちょっと、ね、あれなのでさ、なんで、うわぁ、こんな鬼畜な技があったのか。あれだよね、さ、なんで闇になってしまったんですか。ね、星6ぐらいなら別にまだね、なんとかなるのかな、あれ。結構星6でも闇かな。闇かな。闇っちゃ闇かな。闇な気がしますね。フラワーストームってやつが痛いです、なかなか。まあでも回復消してくるんで、この子は基本的にこっちの方が楽っていうパーティーもあるかもしれませんね。倒せるかな2人で。 OK、 あ、プラスじゃないですね。こいつだこいつ。ここはちょっとね、操作時間が、まあ、多少余裕のあるパーティーではあるんですけど、まあ少しずつこの操作短縮を消しながらやっていきたいですね。意外と減る。あー、光が間に合わなかった。そうだろう。ここで 2way 組んじゃったらちょっと減らしすぎかな。まだ大丈夫だよね。多分残り 30% ぐらいで耐えてくれますね。これは多分25ぐらい。いや、30かな。ちょうど30ぐらいかな。結構ね、おでドラでそのパーセントゲージはね、鍛えられましたんでね。ヤマトラッシュのね、おかげで。じゃあ、ここでもう倒してしまいましょう。2way 2コンボでいけるでしょうね。倒すときに限ってパズルがクソっていう。はい、OK です。封印は 100% ありますね。みんな持ってるね。120かな。どうすこい。なんか使おうかな。でも使っ
てもだもんな。ボスでメイメイは多分使わないんで、光が入ってきちゃうんでね、メイメイ使います。 OK、 やるじゃない。やるけど僕のパズルが危なかった。よし、リバヤさんも大丈夫ですね。お疲れ。なんでこんなさ、木のダンジョンにさ、こうね、ひつぶしのようにね、リバヤさんを配置してきたのかっていう。はい、じゃあアルテミス、この光消すとね、まずいんだよね。まあ一発ね、ジェネシス耐えれるからいいんだけどさ。あ、でも楓使ったら消えるんじゃないかな。アルテミス使って楓が光を2個消してくれればいいんですね。2個ね、頼むよ。まあ、ドロキョンもしますけどね。で、一発は耐えれるんで、普通に耐えます。本当にヤバくなったらクシナダ使います。よし、光消えなかった。OK。はい、ということで。うん。まあ、列もちょっとは活かせたからね、良かったんじゃないかなと思います。スタミナがあと1で全回復。はい、ということでですね、嬉しいですね、アテナさん、ありがたい。いや、もう出ないと思ったんですよね。イシス出たらもうこれ引き下がってコンプってことで、もう引き下がろうと思ったんですけど、逆にね、ここでアテナ出ちゃうとね、イシスをどう狙いに行けばいいのかっていうね、感じですね。なんでお気に入りになってねえんだよ、危ねえな。まあこれから、二人とも使い分けてね、まあ、使い分ける意味はあんまりないんですけど、こう、二人並んでるのがすごい。僕的にはこれがしたかったんで、潜在は未だに悩み中ではありますが、今後ともよろしくお願いします。はい。以上、アテナ出たから使いましたみたいな動画でございました。また明日。